1960年代のブルワーカーブルワーカーはアイソメトリックトレーニングによる筋力トレーニング機器。発明者が後、ケルベルによって発明され特許も取得。1963年から販売されヨーロッパ、アジア、アメリカで販売され続けた。オリジナルのブルワーカーは2つの素で中心にスプリング内蔵の収縮性のシリンダ。ー。 両端にハンドグリップが取り付けられている。二つの体になったケーブルは両端にあるハンドグリップにつながっている。交換用ナイロンストラップ付属ケーブルを含むいくつかの改善を施されたが、基本的な構造は変わっていない。エクササイズはシリンダーを内側へ押し込んだり、ケーブルを外側へ引っ張ったりして行う。スプリングの圧縮により任意の抵抗を作り出し、 圧力が解放され、ブルワーカーを元の位置に戻す。ケルベルのものは26種類のエクササイズが、複発メタルのものは40種類のエクササイズが可能である。日本では複発メタルが製造、販売している。50年以上にわたって、少年漫画史島での雑誌広告を通して通信販売され、特に80年代に掲載された。 漫画形式の広告が有名である。ある生徒が自身のひ弱さをバカにされて自信をなくしていたところへブルーワーカーのおかげでたくましくなった友人が現れる。その友人の紹介で14日間の無料使用を申し込みトレーニングを行ったところ見事たくましくなり自信を取り戻すという内容。全く簡単だというコピーも有名になった。一時期徴収時からを イメージキャラクターに起用し、広告展開していたこともある。ありがとうございます。